ます。レディオスマイル。レディオスマイル。レディオスマイル。宮野守のレディオスマイル。皆さんこんばんは。どうも M&M です。さあ今週も始まりました、宮野守のレディオスマイルだってそうなんだもん、ブラックはホワイトで言ってんだよ、エミネムって。エミネム、エミネム以来に言ってんだから。自己紹介してるんですよ実はね、この曲でね。さあそんなこんなで、今日バレンタインデーな。あ、今日バレンタインデーな。あ、それは気づきませんで。いや、時空の狭間にいるから。でもちゃんとチームマモスタッフが手作りマッフィンを作ってくださったのでいただきましたね。あ、そっか、日付変わってもうバレンタインなんだね。なるほど、皆さんいかがお過ごしですか。なんか今日緩いでしょ。うん、ちょっとさっき平井堅を歌いすぎたっていうのもあるよね。いや、ちょっと前室でね、打ち合わせの時にちょっと盛り上がっちゃって、ちょっと平井堅さんの曲ばっかり今ちょっと頭の中に流れてるんで、ちょっと緩いんですけど、ああ、やっぱ平井堅さんいいなっていう話をね、みんなにしてたんですが、今日はどんな話をするかっていうと、前回は、ジェネレーティングの感想祭りを開催したので、そうなんです。今週は久しぶりの通常営業。通常営業になった途端、こんなに緩いのか、レディオスマイル。宮野自由すぎるだろうっていう。だって、頭から始まって、バレンタインなの、そうなの、エミネーム。いや、平井堅さんがね、もう話が飛びまくり。まあ、そんな放送にしていきたいなと思っております。今日はどんなお話が出るか、わかりませんよ。宮野守のレディオスマイル。この番組はキングレコードの提供でお送りします。宮野守ニューシングル How Close You Are 発売中。水木奈々ライブブルーレイ &DVD 奈々水木ライブアドベンチャー、西武プリンスドーム公演をはじめ、特典映像にはスマギャン大運動会のダイジェスト映像も収録。キングレコードより発売中。テレビアニメ昭和元禄落語心中オープニングテーマ、林原めぐみ薄らい真珠、好評発売中。ちょっとみんな心配してる、もしかして。大丈夫だよ。意外とこんなもんです。本当に、ライブがあったのでね、バタバタしておりましたが、たまにはのんびりとね、リスナーの皆さんと一緒に会話していきたい、お話ししていきたいなぁなんて思うのですが、どんなお話ししようかな。そうだな。まあ、ほっこりは行きたいな、なんて思うんですよ。お手紙ね、たくさんいただいてまして、これから行ってみようかな。すごい可愛く飾ってくれてる。お手紙いただきました。ラジオネーム、姉、花か、弟、るいからいただきました。もんちゃん、まんばんは、まんばんは。今日まもちゃんに見てほしいものがあり、お手紙を出すことにしました。というのも、私には、14歳下の6歳になる弟がいます。かなり離れているのですが、弟がウルトラマン好きなこともあり、ウルトラマンを見たりマモライブを見たり楽しんでいます。その弟が先日、ねねちゃんの好きなマモちゃん書いてあげると言い、お姉ちゃんのことをねねちゃんって呼んでんの超可愛い。紙とたくさんペンの入った缶を持ってきました。いいね。マモちゃんの髪は茶色。
あ、違う。黄土色だ俺の髪の毛黄土色で描かれてる。やべえ。あ、僕の好きなゼロも描くね。父さんも描くよ。と、かなりノリノリでした。ちなみに姉は、なぜ目玉の親父さんと思いながら見ていました。ウルトラセブンさんでした。嘘。わからないぐらいなの？これはマオちゃんに見てもらいたいと思ったのと、なぜか少し良い髪だったので、弟に、マモちゃんに見せてもいい？と聞くと、マモちゃん、見られるの？と目がキラキラに。急遽、姉宛てから宮野守さんも宛てになりましたと。あ、ルイが俺宛てに書いてくれたんだね。お手紙で出すから、マモちゃん絵って書いて、とお願いすると。わかった。マモちゃ、ちゃ、ちゃ？ちゃってどうやって書くんだちゃってどうやって書くんだ、あれ5になった数字の5になっちゃったちゃって書けなくて5になっちゃったと、てんやわんや。最後にはハートを3つも書き、しっかり色を塗り、できたよ見てみてとドヤ顔していたので、ぜひ見ていただければなと思いますと。これブログに載せようかね。かわいいすごい、かわいい。上手。わかるもん、ゼロとセブン。俺わかるよ。セブン、ちゃんとね。あと、これ、マモちゃんの髪、黄土色だね。基本、頭頂部に集中してる。これ、かわいい。上手。すごい上手。ウルトラマン難しいよね。俺もこの間書いたけど、難しかったからさ。ありがとうございます、ルイ。ねえ、お手紙も書いて。ママちゃんへ、ルイより、ハトハトハトって書いてあるね。ほっこりしました。ねえ、これね、ほっこりね、まだ続くんだよ、これ。これはね。マモラジネーム、シーママからいただきました。マモ版は、いつも楽しく拝聴しています。こいつのプライズをとても楽しみにしていましたが、初日にすべてなくなってしまったらしく、こいつを拝むことすらできずに帰ってきました。娘の、マモ愛、こいつ愛を受け取ってもらえると嬉しいですと。お母さんからのメッセージと、これね、娘10歳からのね、しーちゃんかなからのお手紙が。マモへ、ゲームセンターに行ったけど、こいつが品切れでありませんでした。どうしても欲しかったので、作りました。これは、マモのために作りました。大切にしてくれたら嬉しいです。マモちゃん大好きと、これ10歳が作ったこいつ。フェルトで作ったこいつ。いやー、ほっこりする。こ、マモちゃんのなんだ。ありがとう、しーちゃん。これ。ねえ、これもブログに載せようかな。あとね、すいませんね、なんかね、映像で、ね、お届けできないと、なんのこっちゃだよね。でも、後でね、ブログ、載せるからさ、呼び捨て希望、7からいただきました。マモちゃん、マモ版は初めてお手紙に送らせてもらいます。この間、小学校でこいつを書いていたら、みんなが集まって、来て、こいつのいろいろなデザインを描いてみました。小学校で、ナナがこう、一人でこう、こいつを描いてたら、みんな集まってきちゃって。ないないそれ、ないないそれ、集まってきちゃった。小学生でも応援してくれてるのね、ありがたいね。いろいろなデザインをみんなで描いてみましたと。デザインはパクリもありましたが、パクリもありましたが、面白いデザインを思いついたんで、お気に入りの一部を送ります。だって。これも載せるからね、あとで。鶏、ヤンキー、制服女子、夏バージョン、エプロン。ああ、かわいい。サンタ。ああ、いいですね。こういうなんか、子供たちからの応援のメッセージはすごく励まされますね。ありがとう。あったかい気持ちになりました。かわいい、上手に描いてるね、みんなイラスト。さあ、そんなわけで、ほっこりしたところで、何のお話ししようかな。あ、こっちの話しようかな。ラジスマネーム、呼び捨て希望、ワッキーからいただきました。皆さん、マモ版は、マモ版は、新劇場版、イニシャル D、レジェンド3無限の初日舞台挨拶、お疲れ様でした。ありがとうございます。そして、車の免許、おめでとうございます。ありがとうございます。私が、いつも見ているニュースアプリでは、宮野守、
イニシャル D きっかけで免許取得。あ、そんなんなってた。そんなんなってた。号外みたいな感じで通知が来て、さらにトップ記事にもなっていました。嬉しくて誇らしくてすぐスクショしましたよ。本当に宮野さんの役と共に生きる思いの強さはすごいですね。いや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 。でもあんなに忙しいスケジュールの中どうやって撮られたんですか？本当に尊敬しかないですと。ありがとうございます。実は私も今月から自動車学校に通う予定なのですが、今回の宮野さんのお話を聞き絶賛やる気メラメラ中です。今まで雑誌などで免許取得の話はしていましたが、こうやって直接宮野さんの口からお話が聞けたり、ブログで報告してくださったことがとても嬉しいですと。いつか宮野豆腐店の車に乗せてドライブに連れて行ってください。そうそう、藤原拓海との共通点ね、増えたから。ただ AT 限定なんだけどね。でも豆腐屋であることとね、車乗れるってことのね、共通点はね、まあ僕にしかないかなとは思う。そうそうそう、免許取得ね、まあそんなお話も NED の舞台挨拶でさせていただきましたが、そしてもう一つ、マモラジネーム呼び捨て希望マヤ、イニシャル D の舞台挨拶、埼玉の会行かせていただきました。書きたいことはたくさんあるのですが、はじめに運転免許の取得おめでとうございます。ありがとうございます。埼玉では舞台挨拶の際、免許も取ってとお話の流れからあっさりおっしゃっていたので、え、免許ってあの免許、待って、教習とか、え、と一人プチパニックでしたが、役と共に生きると以前から話されていたので、イニシャル D や藤原拓海の思いにとても感動しました。ありがとうございます。またミキさんに86に乗せてもらったという話を聞いて、作品の絆を感じ、皆さんが大切にしている作品を見られる喜びにうるうるでした。車好きの父や兄とも共通の話題ができて、一緒に語れるのが楽しくて、素敵な作品に出会えて本当に良かったです。今度は 4DX で見たいと思いますと。そう、 4DX でね、上映してるので、本当に車がドリフトするたびに椅子が揺れたりとか、もぎなつきとデートに行くと公園の匂いがファーって香ったりとかするんだって。すごいよね。そう、イニディでね、その免許取得のお話をさせていただきましたが、その舞台挨拶でも言ったんだけど、そのとても大きな作品だし、大きなプロジェクトで託されるものとか、みんなの愛情だったりとか、思いの大きさにすごくね、よりこう携わってから大きく感じて、なんかしなきゃと思って、動かなきゃって、もっともっと藤原拓海を演じる上で近づけるようにと思って、ちょっとね、頑張って、あの三部作の間でね、撮れるように行ってきました。で、まあそれはその自分の中でのちょっとしたあの気持ちの違いになるのかもしれないけど、撮ってよかったなって思った。撮ってから演じて本当に良かったなって思った。本当にハンドルを握る感覚っていうのを知ってると知らないではやっぱね違うんだなって思ったし、うん、プレッシャーもあったけど、三部作の一番最後にはね、なんか本当に自然にリラックスしてナチュラルにそのアフレコ現場に入れたので、うん、僕自身も成長できたのかなっていう風に、この作品を通して藤原拓海と一緒に成長できたのかなっていう風に思いました。で、そして実はですね、三木慎一郎さんに前日にですね、なんと三木さんの86に乗せてもらった。うんで、いろんな思いもね、託してもらったし、マシンの感覚だったりとか、マシンの音、匂いとか、風とか、演じる上で必要なものをたくさんもらったし、託してもらったなっていうふうに、思いました。すごい絆とかつながりみたいなものを、今回はこの作品に携わることにより感じることができて、とても幸せらしい、本当に最高の思いを込めて演じたので、ぜひまだ、ご覧になってないっていう方は、そんなねサイドストーリーなんかもちょっと楽しみながら、ぜひね、この世界観にどっぷり浸っていただけたらなと思っております。本当に面白いので、まあでももうイニシャル D が面白いことはみんなね知ってると思うけども、まあ新しい技術とかを使っての新しい表現だったりとかするので、また今まででないエンタメを、皆さんに届けることができていると思うので、ご覧ください。そして免許取得に関してはですね、いっぱいね、メールも来てて、フェアリー山本さんからいただきました。
運転免許を取得されたということでおめでとうございます。私も今取得している最中なので羨ましい限りです。お忙しい中大変だったと思いますが、教習に関して何かエピソードがあれば聞かせていただきたいです。だって。ちなみに私は去年の8月から通っていて、3月で仮免の期限が切れるので、本当にギリギリ、とても焦ってます。いや、焦るよね。いや、大変なのよ。呼び捨て希望、ゆきのさんも。最近はめんどくさいなと感じ、やる気を失いかけていたので、まもちゃんのブログを読んで私も頑張ろうって思いましたと。免許取得中の人いっぱいいる。いや、めんどくさいなーってなるよね。いや、結構本当に、ガチの勉強なんだなって、思いました。車の免許を取った人に話を聞くとさ、いや、でも全然、教習所行けば取れるよ、みたいな感じで。ね。簡単簡単大丈夫だよって言われたけど、実際中に入ってみたら、俺今、机と向き合って、教科書に、LINE